テレ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 小判ださー、こんばんは。カルサンニュース25のあじかんです。私、ニュースキャスターの小判賛成です。ミネフトコです。さて、本日最初のニュースはソチオリンピックからです。アイススケートのフトコちゃん、シェラップ、今、最新のニュースが入ってまいりました。ここで、緊急ニュース速報をお伝えします。あの世界的有名なブランド、カルティエのお財布が、とんでもない価格で販売されるというのです。まずは、VTR をご覧ください。さーて、ここからは、5番賛成が実況するぜ。おう。カルティエの特徴的な箱、そしてギャランティーカードもついてるんだ。しっかりしているね。丁寧な布に包まれて、おお、早速お宝ちゃんの登場だ。表の装飾はパンテール。フランス語でヒョウを意味する言葉だ。俺はカルティエのトーテムとして昔から使われているんだね。おっと、話が逸れた。表面はあまりダメージがないようだね。うん。中はどうかな？刻印は、はっきりと書かれている。他の部分も見てみよう。お札部分だ。うん。お。皮の剥げとベタが多少あるようだね。ベタというのは湿気で皮が劣化してしまうことを言う。湿気の多い日本では致し方ないダメージだね。小銭部分の端にも同じダメージが見える。ダメージはあるけれども、まだまだ使えるこの商品。一体どんなセール値段になるんだろう。気になるぜ。これは大事件ですね。そして素敵なお財布でしたね。そうね、小判。気になるお値段は通常8900円で販売しているところ、今日から、お、こいつはびっくりだ。とっつぁんも驚いちまうぜ。詳しくは下記のリンクをクリック。それではまた来月。あわよ。